田本県づくり、田本県づくり大正元年10月21日は、現在の三重県熊野市上川町出身の写真家。別名は、おとなしよ田本県づくりの石踏み1832年4月8日に、紀州室郡上川村に生まれた。後に、別名、おとなしよと名乗っているが、おとなしは、彼の距離を流れるおとなし川にちなむものという。 医学を志して23歳の時に長崎に赴き乱法医、吉尾慶載の門に入る。ここで医学や科学を学びつつ、西洋科学の諸事情に触れ、1859年には長崎から函館に移り住んだ。ところがしばらくして右足に頭傷を負って脱走となり、ロシア医師ゼレンスキーの手術により一命を取り留める者の右足切断の悲運に遭う。 しかし、これが縁となって、写真の道に進むことを決め、写真技術を習得すべく研究を始める。ゼレンスキーからも教えを受けたと思われ、1866年頃から写真師として活動を始めている。翌年には、すでに当地で営業していた写真師、木津孝吉と共に、正木に赴いて、正木城と半白を撮影している。中でも、城は、明治時代に、 その大部分が取り壊されているため、それらを写した写真は、今日では貴重な記録となっている。1868年、函館戦争の中にあって、旧幕府軍の榎本武明や肘方歳三を撮影し、その後、建設が始まった札幌の街をはじめとする北海道開拓事業の記録写真を残した。函館戦争の際に撮られた様相姿の肘方歳三は、 おそらく田本の撮影した写真の中で最も有名なもの。戦後、明治政府が設置した開拓市より、1871年8月20日付で、札幌とその周辺の撮影を命じられ、彼は弟子の井田光吉を伴って出張している。翌年、函館出張開拓市長から東京に158枚の写真が送られ、政府に、 北海道開拓事業の進捗状況を伝えると、共に展示にも用いられた。1873年に開催されたウィーン、万国博覧会には、開拓史の写真が出品されている。その後、開拓史の写真は、田本の門下から出た、竹林森一らに引き継がれていく。田本は、函館に、最高用、ガラス窓のついた本格的な写真館を構え、 この北海道発の写真館は、なかなかに繁盛したという。彼の元からは、多数の有名な写真誌が輩出し、田本県作りは函館のみならず、北海道における指導者的立場の写真誌であり、功労者であったと言えよう。1912年10月21日、函館で81歳の生涯を閉じる。彼の撮影した写真の中でも、特に、 北海道開拓時代の記録写真は日本写真史上において今日高く評価されている。足が不自由なこともあってか、彼は一度も、距離の熊の絵は、帰ることがなかった。しかし、近況報告とともに、北海道の写真を送っていたらしく、上川町内にはそうした写真が残っており、その何枚かが発見され、話題となった。地元熊野市では、1981年、 鬼ヶ城に検証碑が立てられ、また、田本剣作りの名を冠した写真コンテストが開催されるなど、様々な方面から田本剣作りに光が当てられている。ありがとうございます。